はやっと明日かっていう、ね、今年の明日は簡単に決まるんだっていうお仕事です。萩原さん、楽しいだな、お願いするよ。ウェルターキーに滑るワンマッチです。萩原英介バスです。瓜田選手です。まずは萩原選手からお願いします。どうも萩原です、僕も今日の明日の対戦すごい楽しみにしてて、やっと明日かっていう、ね、今年の問題なんですけど、アウトサイダーの時に組まれることのなかった十数年の時は違って、ブレイキングダウンという舞台でまさか戦えるとは思ってなかったので、朝倉市の並びにブレイキングダウンの関係者の皆さん、相手の選手の栗田さんにはすごい感謝します。まあ、この日のためにかなり準備してきたので、まあ、相手の選手もかなりもね、今回は思いがあるように逆方向に伝わってきますので、それに一方にも早くなります。リーダー女子、明日は簡単に決まるんだ、以上です。続いてリーダー選手、実家に帰ったところで、まあ、ここまで本当にいろいろあったな。第2回から出させてもらってて、オーディションも決まってたのにと、本当にいろいろあったなと思います。まず、自分が舞台に出させていただいていることを思ってます。そう、さっき、ね、対戦で言われたように、俺も本当にこの試合、本当に待ち望んでて、今、もう最初の頃から出してて、本当に楽しみでしたね。なんかね、あのアウトサイダーの連中と喧嘩しまうなんか圧縮のやつらとか、引退かけて戦うとかっていう流れになった時に、あれ、お前たちは引退かけないのかなとか、そういう声もちらほらあったんだけど、まあ、俺は別にこの試合が最後になっても、まあ、全然いいからなと思ってたんだけど、ただ、まあ、反応したいけど、今後、ブレイキングダウンには感謝も込めてるし、いろんな思いもあるからさ、今後からスペシャルアドバイザーとして頑張っていくんだなって。当然と結局試合を見たって、なんかあいつ取るといいんじゃないかってなると、みんなの中でそれはスッキリしないと。だからそれをかけるっていうのはなんか話してるよね。あとは、ボールタイムまで3年縛り。そんなのも流行ってるから、そんなのどうなんだろうと思ったんだけど、まあ、対戦相手の萩原祐介が、いい男ってことで、黄色い声援がもうかなりすごいとか、なんだあんなに大きなゲームやろうのせいで、私も大好きな祐介が大手になっちゃったんですけど、刺されるかもしれない。それはかけるのにしない。まあ、そんなの引っ掛けて、まあ、何もなしでもいいかなって男は、こういう意図して、いろんなものを書いてると思うんだけど、それで十分だなと思う。あとは、出場表がね、まあ、いつものことなんだけど、いつもの通り、ウタンが弱いだろうとか、萩原、当然、KO で勝つだろうと言われているようだけど、当然、俺も、KO しに行きます。萩原、楽しいだな、お願いするよ。あ、よろしく。前回の大会の会見はかなりバチバチだったんですけれども、今は割と一斉を込めたというところを見せていただきました。その辺の思いを改めてお願いします。一斉は昔から思ってます。別に理解し、そんな感覚でね、また安定になるのでやるのは、心配ないとしないので、そうだな、アウトサイダーが出たって言われるのは、俺は全然ほんとちょろっとやってみましたから、俺より世代とか、後の世代とか、認識があるので、全然話してたし、まあ、それ以外にどんなの手に入れて、本当に好きやつだなって思いますから。